J リーグディビジョン1第12節、浦和レッドダイヤモンズ対ガンバ大阪。ここで試合に先立ちまして、両チームスターティングラインナップの発表です。まずはじめにビジターガンバ大阪のスターティングラインナップです。22番ゴールキーパー藤ヶ谷陽介、27番ディフェンダー橋本秀夫、2番ディフェンダー中澤颯太、5番ディフェンダー山口聡、19番ディフェンダー下平拓実、17番ミッドフィルダー明神智和、7番ミッドフィルダー遠藤康人、16番ミッドフィルダー佐々木隼人、9番ミッドフィルダールーカス、18番フォワードチョジェジン、23番フォワードレアンドロ。続いてリザーブの選手です。1番ゴールキーパー松尾直樹、4番ディフェンダー高木和道、6番ディフェンダーパクドンヒョク、13番ミッドフィルダー安田道弘、25番ミッドフィルダー武井拓也、11番フォワード播戸竜二、30番フォワード山崎正人、監督西野明。以上がビジターガンバ大阪のスターティングラインナップです。さあお待たせいたしました、ホーム浦和レッドダイヤモンズのスターティングラインナップです。23番ゴールキーパー鈴木亮太、6番ディフェンダー山田信久、2番ディフェンダー坪井圭介、4番ディフェンダートゥーリオ、3番ディフェンダー細貝はじめ、13番ミッドフィルダー鈴木啓太、22番ミッドフィルダー阿部勇樹、34番ミッドフィルダー山田直樹、15番ミッドフィルダーエスクデロセルヒオ、24番フォワード原口元気、17番フォワードエジーミウさん、続いてリザーブの選手です。1番ゴールキーパー山岸範弘、20番ディフェンダー堀之内聡、33番ミッドフィルダー高橋俊樹、27番ミッドフィルダー西澤義也、8番ミッドフィルダーアレックス、18番ミッドフィルダー赤星貴文、19番フォワード高原直弘、監督フォルカー・フィンケ。以上ホーム浦和レッドダイヤモンズのスターティングラインナップです。本日の試合は主審佐藤隆二、副審山口博士、田尻智和、オーソフィシャル滝山公彦、以上4市審判団で行います。なおこの試合のマッチコミッショナーは福島博樹です。 J リーグディビジョン1第12節、浦和レッドダイヤモンズ対ガンバ大阪、キックオフは2時4分です。